皆さんこんにちは、ビレジェントガリガリです。本日はですね、この、タグスタックのパワーラックのレビューに行きたいと思います。ですね、まずこのタグスタックのパワーラックなんですけれども、まあこれね、今ここについてるのはラットプルダウンとかケーブルね、あのハイクーリーとロークーリーができるようになってます。で、まあ、これが一つ、これはね、オプションで付いてるものなんで、最初から付いてるではございません。だからラックの場合はこれがなくて、ただこの枠だけだと思ってください。で、まず、一つ、じゃあ手前から説明するとですね、まずこういう感じでね、ここに、グリップ、バーがあるんですけれども、ここがローレット、このね、ギザギザになって、手が滑り止めの効果がある、バーになります。これで、まあ、こういう感じでね、チンニングしたりすることもできますし、まあ、ハンギングレクレーズとかいろんな種目ができます。そして、まあ、こう今ね、もうすでにシャフトがあるんですけれども、まあ、こういう感じでね、まあ、トレーニングをしたりしてラックにかけます、ね、で、ですね、シャフトを乗せているこの場所なんですけれども、これはちょっとね難しいんですけど、難しいというか、こう引っ張って上下させて、この穴の中にね、穴の中にこう入れて止めると、こういう仕組みです。ちょっと当ててもらってね、で上下させて、でスクワットするときになったら高いところにセットしてガチャンとかけると、こういう感じになっています。そしてもう一つは、で、まあこんな感じでね、スクワットして、ロックした後に、で、ガチャンとかけると、こういう風になってます。そしてもう一つは、これがセーフティーバーです。セーフティーバー。セーフティーバーを上げ下ろしするんですけれども、ここのね、ここのすぐ見てもらったら分かると思うんですけれども、ここに2つのセーフティーバーを固定するレバーがあります。このレバーを引っ張って、プッシュしてもらうとね、上げ下げできます。で、離すと固定されます。これで高さを調整してセーフティーバーを動かします。でね、あの、まあ、スクワットの時だったらこういう感じでセーフティーしてもらってもいいですし、まあ、使い方としては、まあ、こうベンチをね、こんな感じでベンチを用意して少しね、こんな感じで、高めにセーフティーを用意してもらって、こういう感じでね、用意してもらって、で、こんな感じで、まあ、バックプレスであったりとか、フロントプレス、ショルダープレスですね。ショルダープレスして、ご経験まで、ね、こういう感じでね、限界まで来たところで、こうセーフティーで、安全になると。こういう使い方もあります。で、スクワットでも同じようにこういうふうにできますし、デッドリフトなんかでも、下で、ね、ハーフのレッグなんかもできます。はい、ということで、まあ、こんな感じでね、ちょっとパワーラックのレビューをしてみたんですけれども、タグスタックのこうパワーラック、やっぱりなかなかね、あの値段も、いくらぐらいだったかな、20万ぐらいだったかな、の値段するんですけれども、まあ、自宅に置くのであれば、かなり頑丈な、あの重さのね、どういうことか。まあ、これは、ラットプルダウンのね、このウエイトがあるので、ちょっと参考になるかどうかわかんないんですけれども、これぐらい押してもね、動きません。こんな感じです。ね、体全体で揺さぶってもこれぐらいです。まあ、一応ここにね、ウエイトが、90キロ。ウエイトがついてるので、まあ、それをちょっと加味してもらえれば、まあ、ウエイトがなければもっと動くと思いますしね。はい、ということで今日はパワーラック、タグスタックでパワーラックのレビューでした。